林です。では今日もやりましょう。シバンドルの41ページの6番です。まあどんな感じの曲かやってみましょう。じゃあいきます。1、2、せーの。ちょこちょこといろいろやりまして、まあそれは置いといて、ね、指とか間違えたところもあったんだけど、まあ、解説何箇所かしてみましょう、まあ4つぐらいやってみましょう。4つ、ね、指使いはこれ普通じゃないですよね。普通じゃない。ね、練習用に難しくしてあると思っていいと思います。で、ね、6番の上から2段目の1小節、2小節目。楽譜ちょっと違うんですよね。間違ってますね。こんなふわりはありえませんが、まあ普通に弾いてみましょう。指使いね、指使い。2段目のところから弾きます。ここか。これ書いたのね。私もさっき弾いたけども、5ポジションってみんな怖いんですね。5と2分の1とかそのあたり怖いので、実際はね、ここはね、みんなどう弾くんだろう。1で取れる、これだとやりやすいんですよね。この角度がね、やりにくいので、私は1、4、1、1、2、1、
そういうふうに多分取ります。でその次もね、親指があったら弾けるポジションなんですよ、そのあたり。2の指でソを取る。本当はね、で取りたい感じ、シフトを入れたくない。楽譜に書いてある通りだとシフト、またシフト、連続シフトの禁止っていうのがコントラバスにはあります。ただでさえ音程が悪いわけですからね。なのでここはやりづらい。もう一回やりますね。楽譜通りだと親指つけてシフト、またシフト、連続シフトになってるでしょ。だから親指をつける。またはね、がったな。3313かな。331313の方がやりやすいと思います。私だったら安全のためにこの指順、指ではやらないというのが、説明箇所その1ぐらいか、そうですね。あとは、3段目の3小節、3段目の1、2、3、5小節目あたりに、17って書いてあるんですけども、これはシンコペーションっぽいような、弓順にしてくれということが、ガイドの方に書いてありましたので、それをちょっとやってみます。17って書いてあるところだね。そこのところをやってみましょう。楽譜にはね、説明書にはこう書いてあります。ダウンダウンって書いてあるんだけども、コントラバスやりがちなのはっていうのをよくやります。タン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 のところをダウン、タンタンタン、タンタンタン、またはタンタンタン、この返し方というところをやる。あと間違えたのはね、上から1234、5、1234、4段目の2小節目、その頭からやりますね。その段の頭、多分こっちですね。こうか。多分こうだと思います。さっきこっちで取っちゃったんだけどね。な感じかな。全然4つじゃなかったね。一番下の段の1、2、3、4、4小節前、ここもシンコペーションっぽくやってくださいっていうような、指示が注釈に入ってました。楽譜通りに行くと、って書いてあるんだけども、シンコペーションっぽくなるので、そうにやるといいのかなとちょっと思います。全然4つじゃなかったですね。ちょっとやってみてくださいということでした。